ブラト・アブドゥラエビチ・ミンジル・キエフは、キルギス出身のソビエト連邦、ロシアのバス歌手、音楽教師、ソ連人民芸術家。1940年に、キルギス・ソビエト社会主義共和国の首都、フルンゼに生まれる。高等学校を卒業後、マルディバエフ記念キルギス国立オペラ・バレエ、劇場付属オペラ・スタジオに所属し、そこから、タシケント国立音楽院に派遣される。 同音楽院でエヌカリンコフのクラスに学び、1966年に卒業した後はキルギス国立オペラバレエ劇場のソリストに迎えられている。1968年から1971年にかけてミラノのスカラ座に研修のため派遣された。1971年、トゥールーズで行われた歌唱コンクールで第2位、1973年、 ソフィアで行われた若きオペラ歌手のためのコンクールで優勝し国際的に知られるようになり、ブルガリア、ポーランド、ハンガリー、ユーゴスラビア、東ドイツ、チェコスロバキア、西ベルリン、西ドイツ、スウェーデン、シリア、ヨルダン、ベトナム、ラオス、日本、北朝鮮への海外公演を1970年代に果たした。1975年には、 ボリショイ劇場の海外公演に同行し、メトロポリタン歌劇場に登場している。1976年にソ連人民芸術家の称号を授与され、1985年にはソビエト連邦国家賞を受賞している。また、第10期ソビエト連邦最高会議大議員に選出されている。教育者としては1971年より、 ベイシェナリーエフ記念キルギス国立芸術大学で教え始め、1983年からは主任教授を務めた。1987年、キーロフ劇場に招かれ成功を収め、1989年より、同化劇場のソリストとなる。バレリー・ゲルギエフのもと、数々のオペラを精力的に演じ、フィリップスレコードに多くの映像、録音を残している。 1997年、サンクトペテルブルクで没死、残された、見えざる町、キーテジと聖女フェブローニャの物語の録音は、ミンジルキエフの思い出に捧げられた。以下は、フィリップスレコードに、ゲルギエフ式、マリンスキー劇場のソリストとして録音したもの。出生地をイシククル州、イシク,クル地区、トルアイグイルとする説もある。 ガイブリンクのキルギス国立オペラバレエ劇場はこちらの説をとっている。この部分の経歴はフィリップスレコードの DVDCD ライナーノーツに従った。ありがとうございます。